でカメラ目線してる。あ、来た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 、出てきた出てきた。すごい。北条五代観光推進協議会隊、いざ進発。北条五代観光推進協議会の皆さんです。この協議会は北条氏にゆかりのある市町で構成されており、歴史や文化を広く全国に紹介するとともに、 NHK の大河ドラマに北条五代を取り上げていただくよう働きかけをするなど、地域の活性化を図ることを目的としています。本日のパレードは小田原市をはじめ加盟している岡山県井原市、静岡県沼津市、三島市、伊豆市、伊豆の国市、神奈川県横浜市、相模原市、鎌倉市、箱根町、東京都八王子市、埼玉県川越市、寄居町、この12の市町の各市長さん、町長さんにご参加いただいております。横断幕を掲げておりますのはガールスカウト神奈川県青松地区の皆さんです。伊勢新九郎北側の野台、いざ進発。若き日の北条早雲の伊勢新九郎には、8代目市川新之助さん、早雲の姉の北川殿には4代目市川ぼたんさんが、小田原北条五代祭りの第60回記念ゲストとして参加してくださっています。囲みます隊は小田原市職員互助会の皆さんです。中心隊には小田原市議会議員団と姉妹都市であります日光市の皆さんです。北条風馬太郎隊、いざ進発。陣川博さんが扮しています。可愛らしい忍者はガールスカウト神奈川県第13弾とボーイスカウト小田原地区協議会の子どもたちです。手作り甲冑隊、いざ進発。
始めたい。いざ出発。手作り甲冑隊の後陣を務めるのはうさぎ塾湘南支部の皆さんです。初代親方様、北条早雲隊ご出陣。北条軍団の先頭は初代親方様、伊勢宗瑞北条早雲公です。早雲は伊豆を平定し、やがては相模の国を治め、四皇六民の全盛を敷き、文武をわきまえた名将として知られた人物です。北条早雲公には小田原ふるさと大使で俳優の郷田雅史さんが扮しております。早雲隊の先頭はリバティ小田原日本語学校の皆さん、中ほどには小田原国際交流隊の皆さん、その後方には清少日中友好協会の皆さん、また忍者や鬼田隊として小田原市職員補助会が参加しています。二代北条を引き渡りご出陣。北条二代左京太夫氏綱の並びに玉縄城主北条氏時殿、北条玄庵宗哲長津田殿ご出陣。北条二代左京太夫氏綱公は500年前に初代早雲公より家督を継ぎ、小田原本城として開府し、その後に江戸城を手中に収め、岩槻、甲斐、川越に出兵するなど、知略に富んだ武将として名を馳せました。氏綱隊の先頭、北条氏綱公に扮するのは小田原市自治会総連合会長関野次夫さん、そして氏綱公を囲みますのは小田原市自治会総連合の皆さんです。続きます、北条山之助氏時公は兄氏綱公の命により初代玉縄城主となり、武家のこと鎌倉の守りを固めました。氏時隊には鎌倉玉縄城主まちづくり会議の皆さんが扮しています。続きます、玄庵宗哲と称した北条長綱公は軍人として有名で、
兄宇治綱公とともに文化政策の充実に力を発揮。その後三代宇治康、四代宇治政、五代宇治直の後見役として活躍しました。長綱隊には国際医療福祉大学の皆さんが扮しています。ご出陣。北条三代左京太夫氏康殿、川越城主北条勝太之助綱重、綱重殿、津久井城主内藤左近、将軍康之殿、ご出陣。北条三代左京太夫氏康公は小田原が隆盛を極めた時代の統治者で、武田信玄、上杉謙信とともに三名将と謳われました。北条氏康公に扮しますのは20歳の集い運営委員の河野瑞希さん、そして氏康公を囲みますのは創陽高校の皆さんです。続きます、川越城主で後の玉縄城主北条勝太之助綱重公は東国に並ぶ者のいない猛将として知られ、戦場にて口灰色に八幡の二文字を書かれた旗を見ただけで次期八幡と呼ばれ恐れられたと言われています。綱重隊に扮するのは創陽高校の皆さんと川越藩火縄銃鉄砲隊保存会の皆さんです。続きます、津久井城主の内藤左近将軍康之公は甲斐と小田原を結ぶ要所にあった城主として武田軍への防衛拠点の指揮官の重責を担いました。康之隊に扮するのは津久井州甲冑隊の皆さんです。北条五代姫隊並びに女武者隊ご進発。三代氏康殿ご正室追憲院様、四代氏政殿ご正室大番院様、五代氏直殿ご正室徳姫様ご進発。勇ましい武者行列の中にありまして、最もあでやかな北条姫隊です。先頭は三代氏康公の正室瑞慶院様で、今川氏親の姫君です。旭ヶ丘高校の皆さんが扮しています。続いて今代氏政公の正室大番院様で、武田信玄の姫君です。青少高校の皆さんが扮しています。姫隊の最後は五代宇治直公の正室徳姫様で、徳川家康公の姫君です。小田原短期大学の皆さんが扮しています。四代北条氏政隊ご出陣。北条四代左京太夫氏政殿、八王子城主北条睦の神氏輝殿、並びに八方城主北条あの神氏国殿、ご出陣。北条四代左京太夫氏政公は関八州を平定した智将でありながら、戦国の世の習い豊臣秀吉22万余りの大軍によって廃城を余儀なくされた悲劇の主人公です。氏政公には NHK 大河ドラマ真田丸で北条氏政役を演じました俳優の高島雅信さんが扮しております。氏政公を囲む隊列は旭ヶ
岡高校の皆さんです。続きます、八王子城主北条睦の神フジテル校は兄弟の中でも特に文武に秀で、兄藤政公の最も良き相談相手でした。フジテル校にはご当地八王子より前市長の石森孝幸さんが赴任しております。そしてフジテレ隊には公益社団法人八王子観光コンベンション協会と八王子城通路子会の皆さんが赴任しています。続きます、八形城主北条阿波の神宇治国公は宇治政公協会の中でも特に武略に優れていたと言われております。宇治国公にはご当地寄居町より埼玉県寄居町町議会議長の吉沢康弘さんが、そして宇治国隊にはご当地寄居町から北条ゆかりの方々で結成された埼玉県寄居町八形城三つ鱗会の皆さんが赴任しています。和睦を結ぶなど若いながらも文武両道優れた武将として知られております。宇治直公には小田原ふるさと大使で俳優の柳沢慎吾さんが扮しております。宇治直隊には小田原足柄地域労働者福祉協議会の皆さんです。続きます、韮山城主北条美濃守宇治憲公は信望厚く藤政公藤直公に代わって外交折衝にあたり、開城後藤直公と共に高野山に入りましたが、後に所領を与えられ北条家を継いで行きました。後陣を守ります藤憲隊は小田原足柄地域労働福祉協議会の皆さんと伊豆の国市手作り甲冑隊の皆さんです。最後尾の風魔忍者隊は蘇州ラッパ州風魔の皆さんです。
完了。